こんにちは、すみやです。今日は昨日の撮影状況を説明したいと思います。ドブソニア望遠鏡がちょっと調子が悪いので、久しぶりに AZ-GTI を使って撮影しました。で、AZ-GTI に重い機材を載せることができないので、これまた久しぶりにミルトル400を使いました。ミルトル400は基本的に400ミリの望遠鏡なんですけれども、後ろに2倍のリアコンバーターをつけるとなんと800ミリの望遠鏡に変わります。これがすごいところですね。最近アスカーからいろいろな機材を付け替えることによって焦点距離を変えることができる、そういう望遠鏡が発売されてますね。それは60ミリの対物レンズと80ミリの対物レンズまで交換できるようですけれども、で、後ろにはやっぱりね、コンバーターとかレデューサーとかで倍率を変えられるというものがあるようですけれども、もうミルトル400は発売されてないんですけれども、これも同じ発想ですね。さすがに対物レンズは交換できませんけれども、60ミリの望遠鏡で後ろにコンバーターレンズをつけると焦点距離がなんと2倍になると、400ミリと800ミリの焦点距離を2倍楽しめるというね、そういう望遠鏡になってます。これがなぜ発売停止になってしまったのかよく分かりませんが、いずれにしても非常に使い勝手のいいものですね。それで実はこれで焦点距離を変えるレデューサーレンズ 0.5 倍のものを入れるとなんと200ミリになるのかな、ですよね。それから場合によってはレデューサーレンズを 0.75 倍に設定すると300ミリにもなるということですから、このミルトル400だけで200ミリと300ミリと400ミリと800ミリということで、なんと2、3、4、8、4種類の望遠鏡を持っていることに匹敵する焦点距離の使い方、使い分けができるわけですね。で、今私がメインで使っているシャープスターの 13028HNT 鏡頭は364ミリですから、ミルトル400ミリの方がちょっとだけ焦点距離が長いので、その分若干大きく映るんですけれども、それを短くしたりさらに大きくしたりということで撮影できます。で、昨日はこのミルトル400に2倍のリアコンバーターをつけて800ミリで月を撮影しました。そしたら月がですね、ちょうど画面いっぱいに広がっている形で映りましたね。ちょっとはみ出したんですけれども、半月ぐらいなら全部入るかなと。画角を変えればね、昨日の満月4日前の月でもね、ほぼ全体を入れられるような感じで映っていましたね。満月を全部映すのはちょっとね、焦点距離を長くしすぎりなので600ミリぐらいがいいのかもしれませんね。はい。で、ドブソニアン望遠鏡は1200ミリでしたから、その1200ミリよりも一回り二回り画角が広がって、ウラヌス C でね、ちょうど月がほぼ全体が入ると、8割、9割方入ってましたね。95% ぐらい入ってたかな、ちょっとだけ欠けてたんでね。はい。そんな感じで入っていました。 APS-C サイズの ASI-2600MC プロを使えばね、余裕でもちろん入るんでしょうけれども、で、今度そういう使い方をやってみようと思ってます。で、昨日はですね、 AZ-GTI にミルトル400を載せていたんですが、今日は雨が降りそうなので撮影できるかどうか分かりませんが、次回はこちらの AM5 の上にミルトル400を乗せて、後ろにカメラをウラヌス C よりさらに広角に映る
APS-C サイズの ASI2600MC をつけて撮ってみたいなと思っています。やはり広角電子感防にはシャープスターの13028強と非常にいいんですけれども、さらにねもうちょっとズームしたいなと思った時はやはりこのミルトル400に、400だとねあんまり変わらないので、リアコンバーター 800mm、 リアコンバーター2倍のをつけて 800mm で撮影すると面白い映像が撮れるんではないかなというふうに思っています。まあ、F 値がミルトル 406.7 ぐらいですから、リアコンバーターつけるとですね 13.5 ぐらいになるのかな、はい、13点いくつになってしまう、非常に暗い強度になってしまうんですけれども、あの AM5 の赤道儀の追尾精度を持ってすれば、それからガイド鏡もつけてやれば、暗い天体も長時間かければねそれなりに映るんではないかなと期待しているところです。それから梅雨に入ってですね、やはり夜露がすごいですね。今朝もあのすごい夜露で、朝来たらびしょびしょになっていました。シャープスター13028鏡頭の一番底の反射鏡、鏡に水滴っていうか夜露がねいっぱいびっしりついていました。まあ、さっきから日光浴で乾かして、ほぼ乾いたのでもう蓋してありますけれどもね、はい。それからあの昨日撮影中にやはりこの反射望遠鏡は奥に鏡があるのでまだそれでもなんとかなったんですけれども、 SV ボニーのファインダーのところにものすごく水滴っていうかね夜露がついて、途中でガイド性がぼやーっとぼやけてですねガイドできない状態になっていたので、慌てて拭きに来たりしたんですが、拭くだけじゃダメだと思ったので、ここにあるビクセンのレンズヒーターをつけて使いました。あんまり今まで使ってなかったんですが、このガイド鏡に、昨日は使ってみました。こっちのミルトル400につけてもいいかもしれませんね。一応レンズヒーター他にもあるんですけれども、こういうカバーがついていないものをつけて今まではやっていたんですが、こっちの方がなんかやっぱり熱効率は良さそうな感じですね。でこれ一応こういうふうに伸びるスパイラル構造っていうのかな、螺旋構造になっているので、ちょっとぐらいね伸びても引っかからないっていうかね。それからあの昔のものは電源に直接つなぐタイプだったんですけれども、これは USB-C で電源を取れる、 USB ケーブルで電源を取れるように変わってますね。 USB タイプ A の端子に入れて、こちらは USB タイプ C でつなぐようになってますね。はい、こんな感じになってます。梅雨の晴れ間の貴重な一日、昨日撮影をしました。もう月が満月4日ぐらい前だったので、かなり大きく出ていたので、まあ、最初は月見てたんですが、このミルトルでね、その後こちらの準備が整ったので、こちらでシャープスターの 13028HNT 鏡頭で M101 回転花火銀河、風車銀河の超新星を撮ってみました。超新星発見からもう12日目ぐらいだと思うんですけれども、まだねしっかりと超新星見えていましたね。っていうか明るさはあのむしろ増してるような印象も受けましたね。 M101 の回転花火銀河のアノテーションを入れた緑の枠の中で、他の天体よりも一番明るい星として見えていましたね。 M101 の銀河の中心よりも明るいって印象がありましたね。それからその手前にあるいろんな天の川銀河の微恒星もいくつか映っていたんですが、それよりも明るくなってましたね。ですから超新星は天の川銀河にある暗い星よりも
明るいということなんですね。すごいよね。2100万光年先の光を、2100万年かけて届いた光が、天の川銀河の普通の星よりも明るく見えるっていう、すごいことですね。ここにテーブルがあるんですが、いつもはここにこの書味台ブックスタンドを使って、ここにスマホを載せて赤道儀の極軸合わせなんかもやっていたんですが、この机がなくてもちょうどストーンバッグのところにこの書味台を載せれば、なんとかね、ここの上でスマホを置いて調整できるということが分かりました。これが一番他のいろんなものを準備しなくていい極軸合わせの台としてね、ストーンバッグが使えるかなというふうに昨日は感じましたので、これからはそういうふうにしてやっていきたいと思います。あ、それからミルトル400にはファインダーアダイザーはもともとついてないんですけれども、オプションで買った、これはどこで買ったか覚えてませんが、まあ、2000円弱ぐらいのファインダーアダイザーをつけています。で、ミルトル400にはファインダーアダイザーがつけられる穴が、ネジ穴があちこちに切ってあるんですね。2箇所にあるのか、1、2、3、4箇所、そうですね、4箇所にネジ穴が切ってあります。で、その上に Mac127 についてきたドットファインダーをつけています。まあ、ドットファインダーはちゃんとね、昼間この光軸がちょうど合うように設定をして地上で合わせただけですけども、まあ、それでね、月の位置とか3スターアライメントをするためにアルクトゥールスとか、それから2番目はベガだったのか、3番目が多分アンタレスだったと思います。それをこのドットファインダーで見ながら微調整してみましたね。赤道儀と違って800ミリで撮るとね、プレートソルビング、なかなか画角が狭いのでやりにくいので、一応そんな形でやってみましたね。 AZ-GTI でもプレートソルビングできることはできるんですけどね、シャープキャップ使えばね。昨日はなぜかそれを使わずにドットファインダーでやってましたね。はい、まあ、プレートソルビングやることを忘れてたっていうか、それで AZ-GTI はやはりUSB ケーブルで直結して昨日は使いました。 Wi-Fi でも使えるんですけどね、一応 USB アダプターを通して直接下のパソコンにつないでやっています。あ、ちょっとこれ見せようか、はい、リアコンバーター、ちょっとズームしようかね。はい、ちょっとズームしてみますね。ここにリアコンバーターが入ってますね。ここですね。ここの部分。ここにリアコンバーター。2× リアコンバーターって書いてますが、見えないか。それから今 1.25 インチのアダプターは、これは FMA135 についてきたやつを通してウラヌス C をつけてます。本当はここにつけられるものが他にもあるのかもしれませんが、一応こんな感じです。もうちょっとズームしてみましょう。これで最大ですね。これですね、リアコンバータ、ここの部分がリアコンバータ、 2X リアコンバータって書いてますね。見えないか。 2X リアコンバータ、これが2倍リアコンバーターで、ここは延長灯ですね。2倍リアコンバーター外して、ここにカサイトレーディングのレデューサーレンズ入れると200ミリになるという感じですね。はい、持ってきました。ここに入っているのがレデューサーレンズですね。これですね、カサイトレーディングのレデューサーレンズ、 1.25 フォーカルレデューサーって書いてますね。リアコンバーターが2倍、レデューサーが 0.5 倍、延長灯をつけると 0.5 倍、延長灯をつけないと 0.75 倍ね。だからこれで
200mm、300mm、そして本体で 400mm、で 800mm と4種類のね使い分けができるミルトル400。もう生産されてないし販売もされてないんですが、中古市場で見つけた方は、ぜひ試してみるといいんじゃないかな。昨日もね月かなり綺麗に見えてましたね。これでね、私が一番最初にこのミルトル400で見たのがオリオン大星雲とかね、リング星雲とか見ましたね。その時はなんか400ミリで見てたかもしれないね。でこの800ミリを超えるのはやっぱりドブソニアンの1200ミリ、さらにその上のマック127の1500ミリ、いうふうにいろいろと使い分けて、天体の大きさに合わせて望遠鏡も使い分ける時代ですね。広角電子感望がいいのか、小さい天体を大きく映すのかって、あのスマート望遠鏡もそういうふうにね、将来的に拡張性が備わってこのミルトル400的になる、そういうスマート望遠鏡がそのうち出てくるかもしれませんね。多分そういうスマート望遠鏡の焦点距離を変えられる、あるいはあのカメラみたいにね無段階のズームができる、そういう望遠鏡で電子感望できると一番いいんですけれども、それはちょっとねなかなかハードルが高そうですけれども、まあ、カメラの世界ではもう実現してるわけですから、そういうことがね不可能ではないと思うんですが、望遠鏡の世界も望遠レンズをうまく使ったスマート望遠鏡がひょっとしたら出てくるかもしれませんね。それからもう一つ期待しているのは、やはり水平出しがねどうしても望遠鏡の設置の際には一つの大きなネックになってきますね。シースターは水平を感知するセンサーを内蔵してそれを補助してくれるということなんですが、自動で三脚の長さを調整してくれるわけではありませんので、多分そのうちスマート望遠鏡の次の狙い目は水平出しも三脚の長さも自動で調整してくれるスマート望遠鏡が出てくるともっと楽ですね。オートフォーカスとプレートソルビングとライブスタックの技術を使って、もう便利は便利ですごく初心者でも使いやすい望遠鏡になっていますが、もう一つネックがあるとすれば三脚のね水平出しを自動でやってくれるといいなというふうに思います。そのうち赤道儀にもね、自動で水平と垂直の微動を自動でやる機能がきっとついてくるような気がしますね。 AM5、AM3 っていうねハーモニックドライブの赤道儀が出てきて、極軸望遠鏡を使わずに極軸合わせするっていうパターンになってきてますが、そのうちね極軸望遠鏡がないだけではなくて、さらに極軸合わせも左右上下の移動を自動で行ってくれるモーターがついてくると、赤道儀はさらにもっとね便利になると思いますので、将来的にはそういう風になっていくんじゃないかなという風に思っています。それから赤道儀なしで視野回転が起こらないするためには、ここにローテーターっていうのをつければいいわけですね。でローテーターで自動で回転を制御する装置が出てくれば、もう赤道儀完全にいらなくなるという時代がやってくるかもしれませんね。スマート望遠鏡の未来はまだまだこれからね、さらなる進化を遂げていくと思います。私が構想しているのはそんなスマート望遠鏡ですね。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。えいえいえいと。